富良野観光物語。富良野市内観光スポット、富良野駅からチーズ工房、新富良野プリンスホテルまで。ゴールデンウィークに入り、寒い日が続いていましたが、ようやく青空が晴れ渡り、初夏のようなお天気に恵まれた北海道富良野市。道端の花が彩りを添えています。観光客の方がたくさん訪れ、街が活気にあふれています。今日は富良野市内で観光客の方が多く訪れる場所を回ってみたいと思います。 JR 富良野駅から国道38号線に向かってまっすぐと伸びる五条通りを抜けていきます。途中、おいしい食べ物からお土産までが揃う観光名所となった富良野マルシェ。多くの方が暖かい日差しの中でゆっくりとくつろいだり、お店での買い物を楽しんでいるようです。爽やかな青空の下でいただくアイスクリームが美味しそうです。国道38号線を越えて空知川に架かる五条大橋を越えていきます。五条大橋の両端には富良野市のトレードマーク、へそ丸くんとぶどうとワインの像が迎えてくれています。畑ではトラクターで農作業が盛んに行われています。きれいに整地された畑と空の色、とても美しい光景です。空知川にかかる五条大橋を越えて2キロほど行くと富良野チーズ工房に着きます。ゴールデンウィークということで、こちらにもたくさんの方々が訪れています。白樺などの樹木の並木道、高くそびえる白樺と澄み切った青い空に季節の変化を感じます。ここでもエゾエンゴサクの花畑を見つけました。水色や紫色の花が一面に広がっています。ここにも春の妖精が訪れています。チーズ工房から車で5分ほど走らせ、新富良野プリンスホテルに向かいます。ゴールデンウィーク中はスキーを楽しめる一方、元はゴルフ場だった場所で暖かな日差しを浴びながらパークゴルフやアスレチック、
風のガーデンの散策などを楽しむこともできます。新富良野プリンスホテル内にあるリングルテラスの森は静かに時が刻まれていくようです。午後4時を過ぎて黄昏時が近づいてきました。リングルテラスからさらに下っていくと倉本聡史脚本ドラマ優しい時間のロケ地となった喫茶店森の時計がひっそりと佇んでいます。入り口近くではグローがお出迎えしてくれています。時間が止まったような静かで穏やかな空間です。ホテルへと向かう道には夕日が輝いています。富良野の大自然に抱かれているような感覚です。ゆっくりとスキー場の山の向こうへと日が沈んでいきます。富良野の観光スポットで改めて豊かな自然を楽しむことができました。